さあやってまいりました動物の森、今日も頑張ってやっていきましょう。ということでね、今日は橋が撤去されているはずなので、それをちょっと見に行こうかな。先にね、お、なくなっている。いいねいいね。お、でこっちに、お、いいねいいね。ということはここの整備をちょっとしちゃって、ここに橋かけて、で向こう側の家どうするか決めたらいいってことだね。じゃあ先にやっちゃいましょう。なんかあんまりまっすぐにしたくないだよね。なんかすごくね、綺麗に整備はしたいんだけど、まっすぐにしすぎるとすごい人工的に作りましたみたいな感じになっちゃうじゃない。なんかちょっとそれ嫌だなと思って、まあこんな感じですね。とりあえず、あ、石がこんなとこに湧いてる。ラジオ体操してる、いいな。やっぱりまっすぐにしようかな。まっすぐの方がなんかやっぱすっきりしてていい気がする。ちょっとこれはかなり微妙な気がする。いい気がするよ。この街灯がね、この石畳の上にあるっていうのがちょっと気になるけど、まあいいでしょう。はいはい、こんな感じですね。でここにもう一軒来るんだけど、ここにもう一軒来るのはいいんだけど、重ねたくないんだよね、家と家を。だからなんか置きたいな。この辺ぐらいから始めたい。この子の家、この子の家を引っ越してこの辺かな。いや、ちょっとここは最終段階で家置くことにして、先にこっちに家置きましょう。ナターシャ、ナターシャの家移動させようかな。でちょっとね、当初の計画をやめて川の向きを若干変えてですね、プライベートビーチの近くを家にしたいと思っております。そして2段目の高台のところが果樹園を作りたいなと思っておりますので、まずそれの工事をやっていこうかな。なので今日はちょっと作業風景みたいな感じになってしまうかもしれないんですけど、ちょっとそれをやっていきます。なのでまず川の向きを変えるために、高台の上からね、左側の河口までもうほぼ一直線みたいにしたいんですよ。なのでそれをちょっとやっていこうかなと思います。私の家が邪魔なんだよね。なんだけど私の家は高台に移動させたいので、高台をまず作らないといけないから、ちょっと高台を先に作るのと、ナターシャの家を移動させるっていうのをやりましょう。じゃあナターシャさんの建設キットを手に入れたので、ここに移動させましょう。ここだね。見えない、ここかな。うん、ぴったし、ぴったしです。ここにします。うん、いいのではないでしょうか。はい、よーし、 OK。 そうだ、ここだけ見ておかないといけなかった。このここが増えてる。そう、ここが増えてる。これだけちょっと取っておこう。何色かな。あー、
黄色、残念、オレンジじゃなかった。まあいいでしょう、とりあえず増えたということでね。キャンプサイトって本当にいるのかなっていう感じするけど、まあしょうがないよね、多分置いとかないといけないものなんだろうね。それでまあね、ここなんだよね。ここは開けたいけど、ここは開けたいけど、ここは台、高台にしたいから、この木を全部どけないといけないの。めちゃくちゃめんどくさい。ただここは全部リンゴと桃の木だから、リンゴと桃をひたすら採取してクローゼットにしまっておいて、この木は全部撤去してしまおうかな。よし、じゃあここの木たち全部撤去、撤去します。おー素晴らしい、素晴らしいね。よし、引っこ抜こう。よし、できました。じゃあこっからが大変なんですよ。崖を作っていきます。ここがプライベートビーチへの入り口となります。いい感じ。じゃあここの斜めのここら辺かな、この一番ギリギリのこの辺に家を持ってこようかな。でこの辺を庭で、もし必要だったらこっちに3段目を作るっていう感じにしようかな。はい、ではですね、まあ、こんな感じで家が来るということで、でまあここにね柵を置いて、で花埋めて柵を置いてっていう風にしたとしても、まあこれぐらいのね余りが出る、一マス分余りが出るということで、まあこうしました。でね、階段を横向きに置こうかなっていうね企みで、横向きに置いてる人がいてちょっと可愛かったから、階段横向きに置こうかなと思ってこういう形にしました。でまあこっちにも伸ばして、必要があればこっちにもこね崖を伸ばしていけたらいいかなと思いますので、ちょっと階段をね置いてみようかな。はい、じゃあ階段のこれね、できるのかな、横向き、あできる、うん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 、いい気がする。よし、やってみよう、想像してみる。これで、はい。OK。で、ここだけちょっと丸くしておいて、はいはい。向こうはちょっとまだやるかもしれないから、ハニワくんにお金をあげよう先に。出せるだけ。はい
はい、お願いします。はい、じゃあ明日にはこの坂ができるってことだね。よし、 OK で、明日家をまた移設させて、で、まあ坂の具合とかね、庭の感じとか見ながらこの段差を決めていけたらいいかなと思っております。はい、ということでね、まあこんな感じでだいぶ街も発展してきたので、コンペイトめちゃくちゃいい感じになってきている気がします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。よろしければぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。他にもたくさん動画上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。